はい、では続きやっていきましょう。どんどん取り進めております。心がとても温かい。ほう、何があった、なんで、何があった。てか、野上さんとか全然言ってない気がするんですけどね。あはははは、マサムネ様、おーおー、同盟、意外、一気にやるかと思った。光色さん、光色さん、あなたは誰と戦っているの。まあ、それはな、一応はそうですね、豊臣参加の石田三成という男だ。あなたは闇色さんに嫌われてるの。闇色さんね、嫌われてる。そうだな、確かにそうだ。どういう反応。殺されるほど嫌われている。今の家康の反応はちょっとなかなかにねえ、好きな人にはキャッとなるような感じでしたけど、やっぱりさっき手に入れた武器は今つけてるのに弱いですね。じゃあこのままでいきましょう。進軍、うえー、ずっと残ってんな、じっちゃん。あ、もがみさんとこ行ける。もがみさんとこ行きましょう。あんまり行ったことない気がするんですよね、実況で。てか、むしろ実況で絶対行ったことないと思うんですよ。恩賞は多分取れないと思います。おいち足遅いですから。ここは嫌だって、怖いもの。そうだね、いろんな意味で怖いと思いますよ、ここ。さて、じっちゃんとこずっと避けてるんですけど、なんかめんどくさいんですよね、あそこね。そんな理由で避けてますけども、でもあの残り方だとずっと残る。よく来てくれたね、ご機嫌な家康くん。ああ、東軍参戦の意、確かめに来た。あ、そういう体ですか。でも倒せなんですね、笑い。まあ、あの船を追っかけるやつは絶対に間に合わないと思いますので、普通にやってきます。まあ、できる限り早めに行ってくれるようにはしますけれども、水門狙いで、これはあの船に、ダメージを与えないで通すっていうのが恩賞なんですけれども。無茶せず、わしの後ろにいるんだぞ。あ、もうついてくることはいいのか。いい子に、もう諦めたのか、そのあたりは。ちゃんと守るもの、家康を。いいね、なんかそういうちゃんと守る対象は見つかったっていうのはいいことだと思いますよ。うん、なあ、臭い。やーう。これ相当足が速くて、あの一撃がでかい人じゃないとなかなか難しいですよね。兄貴とかだと、あの激励とかでガンガンやってやれるんで。了解した。全力で証明してみせてくれ。うっしゃい。ほい。はい、はい、損害受けた。もうダメ。もう終わり。もうしょ、無理。うりゃ。痛い。何をしてくれねえ。はよ。早く。とりあえず、早く。できるだけ早く。水門を開けて。水門開けたいのは山々なんだから、人が。誰かいるから。倒しとかないと。倒しとかないと、後で陣が取られて大変なことやね。めんどくさいことやね、非常に。まあ、別に一周ぐらいしてもいいんだけどな、あの船が。ああ、ダメだ。あの水門間に合わない。寂しくないって。よし。水門が閉じていると。間違えた。道を間違えた。どう行く？ぐるーって回っていかはるから。じゃあ、あの水門は一旦無視をして、うん、迂回していいよ。迂回するより手はなしか。迂回しといて。迂回しといてくれればいいから。で、その間に、あっちの奥の水門に向かって水門開けましょう。何回かは耐えてくれるんで。諸君、今日もヒゲの具合が良いではないか。玄米茶。うん。面白いんだけどな、マウさんは。よし、この陣を潰しておけば、よっと、ほい、いけ。すごい、俺が壁になる。うりゃー、こっつけさせろ。バサラ技の時にちょっと声にエフェクトが入るのがちょっといい感じですよね。よっしゃー、とりあえずこれで水門を、ここを水門開けとけば多分通ってくれるはず。よし、開け目の刻、そこの刻。あとはもとより犠牲なしで進めるとは考えていない。他の陣を潰していきます。ちょっと当たってねえし。これ頼もう、浄土のばあちゃん。もう一回念仏を教えて。ほいほい、
し、多分みんな怖い顔をしてる。どうしたの？よし、水門通ってくれて、多分あと2回ぐらい攻撃を受けた1回でいいかな。よし、多分あとは放っておけば。これはしっかり名勝負だったではないか。まで行ってくれるんで、よし、とりあえず船はあれで大丈夫だな。狐の配下にふさわしい知的な瞳だよ、翔くん。剣舞茶。その掛け声に何の意味が。よし、船が行ってくれましたね。もう一つの王将どうしようかな。おお、そういえばこのムービーあんまちゃんと見たことなかったんだ。あんなことするんだ、結構ひでえな。よいしょ、ちょっと待って。我が輩の用意した手土産、危ない。きっと言いやすくも大喜びだよ。ああ、うん、これは松を誘拐したバージョンなのかな。よっしゃ、おお、誰かいる、誰かいる、誰かいる。どこへ、どこへ、どこだ。誰かいるはずなのか。倒した？倒せない。どこ。どこ？ここまで来れたんだ。痛い。もうすぐに失うから。よし、倒した。じゃあもう一度。うちの大将どこかか。いや、あれは。ここもジャンプで欲しかったな。うん？あ、大丈夫。再度。どこまで行ってくれ。敵陣より砲撃開始。大丈夫。全然半分も残ってるからいける。こっちは陣を潰すのに忙しいんだ。さて、バサラザ使おうかな。さっさとやりたいんでね。おいしょ、予想外とか言ってびっくりした今。痩せている。おう、ついた。へい。さて、もう一つの王将の話が途中で止まりましたよね。いけるかな。私あんまりやったことないんでね。しかも結構きつそうな感じは。うち大丈夫かな。切断成功、敵本陣へと吸収開始。はい、まあ行って見るだけは行ってみましょうか。よし、潰した。で、バサラギリを回収しといて、で、よいしょ。おいしょ、ジャンプが軽やか。ちょっと待って、誰かいる。そこの人、よし、倒した。瞬く間に命の火が消えていた。もう一個陣を潰してと。よいしょ、あいた。ジャンプできるんだ。よいしょ、なんか結構怖いこと言ったけど、まあいつものか、いつものか、通常運転だ。おいちさま、再び織田の天下を。それは無理だと思う。それはさすがに無理だろう。通常の状態でも無理だよ。ふい、おりゃ、やっといて。笠原ゲージを回収ってしなくてもよかったな、ね、今。え、倒した、いない、いる。そこの分隊。我が輩の出番は最後に取っておいてくれたまえ。よし、倒した。じゃあ次、どうしよう。ここって馬いなかったっけ。いないのか。いたら楽だったのにな、移動が。よいしょ、さて、では、あ、いた、こんなところにいた。こんなところにいてもしょうがねえよ。でも乗ろう。乗るんかい。魔の手が乗せてくれるのが優しいね。魔の手が優しいんだかひどいんだかわからないよな、魔の手な。引っ張ったりしてな。よいしょ、はい、ジャーンプ。もうちょいジャンプ降りろ。この指揮棒の通りに動きたまえ。ほい、剣舞茶。いや、そんなもんで動かされたらたまったもんじゃないよって感じがしますわ。もう我慢できねえ。よいしょ、逆襲の押し方。けっ、いけるか。いた。よし、でもう一回馬に乗ってと。誰もいない、みんな位置を置いていく。そんなこと、イエーイ、変なとこ行っちゃった。おいっしょ、乗れた、危なかった。そんな顔をしない。あれ、何もしない、道間違えたな、確かに。王将のあそこはその前のとこだっけ。ところで我が輩の替えの草履を知らないかね。王将のとこってどっから行く。このステージ全然行かねえから覚えてねえな。太平へのたった一歩だ。
ここ開けた後に行けるんだっけ。ちょっと探してみますね。時間はまあまだまだありますし、この辺からだっけ、それともあっちだっけ。なんかあっちのマップが若干複雑なんで、なんかここ開いた、うん、なんかで、え、どこから行くのあれ、ちょっと痛い、なんかここ降りちゃった、どこから行くの、え、ちょっと迷子、あれだ、これだ、ここだ、よし、でなんかずらーあったからずら取ろうか、よいしょ、んーで、よいしょ、ずら取っといて、戻れるかな、戻れますね、んで、あ、これだ、発見、こんなところに行くんかい、よかった、そしてあれなんだよな、モグラさんなんだよな、そういえばな、はい、やってまいりました、やってきちゃいました、いいのか、でもなんでここにモグラさんが、あ、そっか、スリー宴のモガミさんのストーリー見たらあれですけど、進みたまえ、どうしようかな、やーめー、すごい名前だよな、すごい、夢を見よう、何事、巨大なモグラが現れん、あー、ブースト、まあ一括ブーストはモガミさんに残しておいて結局やらないっていう、あー結構やっぱきついな、これはだね、こないだ市場で売りに出されてたんで買ったのだよ、何、兄貴が作ったやつを売ってたの、おい、まあ、連れて行ってくれるよね、地の底まで、まあモグラさんだったら連れて行ってくれると思いますけれども、まあ、多分潜るようなと思って、地面が揺れる、この世が崩れる、じゃあしばらく走ってみましょうか、うー、やっぱりね、ちょっとでも道がね、この辺、あ、潜るのかい、また潜るのか、危ない、連続バージョン違うな、なんか行動パターンが違うな、かなり時間かかりそうだな、じゃあちょっと、あ、当たる、危なかった、ほい、うん、なんか当たってない気がする、もう時間かかってしょうがないから、バサラゲージを回収してこようかなと思うのですが、これおにぎりだ、ほい、もうこれしかないか、いや、あそこにまだある、バサラゲージを回収してとっととバサラ技でやってしまおうっていうの、おいおにぎり、なんでそこに、よいしょ、オッケー、まだ足りないか、素朴な疑問ですが、足りないか、足りないっていうか 届いてないのか、それともモグダさんには意味がないのか、ものすごく謎なんですが、ちょっととっととマサラゲージを貯めたいな、相手、あ、その手があったか、わかった、わざと当たる、オッケー、でよし、これはチャンス、ちょっとよし、これでいく、すごい、夢を見よう、これでいけるだろう、攻撃力的に届かないかもしれないけど、ちょっと逃げんな、逃げんな、あー、くそ、足りねえ、無理やり行こう、オッケー、成功、さあモガミさんとこ行きましょう、やっぱり結構時間かかったな、モグラさんは硬いし、攻撃するタイミングがなかなかないから、我が輩と組む気はないかね、え、一応なんか同盟系の話じゃなかったの、倒せっていうあれは出てましたけど、これ浸水だったらいいな、
おにぎりかーい。よし、ではもがみさんに会いましょう。横から失礼いたします。我が輩は宇宙の狐。はい、すごくてめっちゃカメラ目線。賢い狐である。ヒゲが大変なことやってませんか。カメラを操作すんな。飛行は運がいいよ。こんなにご機嫌な我が輩が相手するのだからね。この人もツッコミがいあるよな、いろいろ。ようこそ第五天魔王、我が輩の城においでとは。おりゃ、もうガンガンやろ。もがみさんだし。ではの神様、兄様があなたを呼んで。え、マジで、それはなかなかにやばいことだと思うよ。ほら、捕まえてない。我が輩の敬愛する偉大なる信長子、その名ももはや過去の名となりましたな。そうですね、そんなこと言っては大丈夫かな。おお、上演が来た。この出羽の丹大、信長公に受けたご恩を今も忘れてはおりません。おお、なんか話が全然知らないんですけども、信長さんと真帆さんにはなんかつながりがあったのか。へえ。我が輩を好きなものには優しく、間違えた。我が輩を嫌いなものにはとっても厳しく。残念だが、面会の申し出はお断りなのだよ。クソ、ブースト無駄遣いした。見事なものだろう。では翔くん、浸水を回収してとっととやりたい。うおー、いた。よいしょ、当たってないか。おー、バカバカだ、当たりに行った。俺たち、もしかして、これだ。常に馬鹿されてる。ふい、うん、ら。もがみ殿は素晴らしい。さあ、復唱したまえ。断る。バサラ技をやる前に終わりそうだな。ああ、我が輩よ、君は何故優れている。よっしょ。自問自答してどうするか。さあ、もうちょっとなさそうだな。この技が強いよな。おい、終了。地味に終わった。それでは我が輩は退散するよ。ダムさん大丈夫。はい、うん、あー、なんか変な動きしちゃった。はい、なんか真神さんは脱力しちゃうな。久々に来れてちょっと嬉しかったですけど、久々すぎてモグラさんの場所がよく分かってなかったっていう。あそこも言われないと分からないですよね。ああいう隠しは本当に分からない。はい、勝利。もうなんかいっぱいありますね。今回めっちゃいっぱいだな。さあ、なんかウェイアップした。アップした。今、どうだろう。これは今使ってる武器じゃない方かな。はい。あれ？あ、モグラさんを、なん？ 1 分以内で倒さなきゃいけなかったのかな、もしかして。そら無理だ。おうおうおう。こういう技の、あ、レベルアップか。もう一つ、あ、まだやっぱ。おう、南部さんの信頼度がマックスになりましたね。やったー。はい、それでは今回はここで切らせていただきます。